ペインティングっていうかさ、はい、突撃しようかなって。またすか。もう芸能人。芸能人。芸能人。やってんね。やってるわ。失礼します。この番組は人間であるがゆえに渦巻く欲、その欲に正直になる、我慢などクソくらえ、そんな番組です。お疲れ様です。長いですね。お疲れ様です、土屋さん。お疲れ様です。何今日、ミーティングっす。いや、俺今日オフなのよ。いやこれからマッサージ行きたいなって。ほら、入院してたから、ちょっと体が固まってるから。そうそう、だから無理です。いや、無理です。俺怒られちゃうね。無理いや、しんどいって。行きましょう。しんどいわ。大丈夫です。この日ちょっとやめてください。見ようとしてるじゃないですか。大丈夫ですよ。しかもだって予約してるから。いや、それはもう今度には。じゃあそれどうする。あ、代わりに降りてっす。だけ代わりに降りてます。だって何のミーティングですか、ちなみに。ミーティングっていうかさ、はい、突撃しようかなって。またすか。前回痛い目あったじゃないですか。今回は絶対うまくいくと思うんだよ。あ、そうですか。あの誰ですか、ちなみに。あの芸能人。はい、おー、芸能人。はい、芸能人。誰ですか、誰ですか。矢部美穂。矢部美…あ、もえもえいけんの。それ、佐藤玉大。玉大ここカットしてめっちゃ気まずいわ。初代ミニスカポリス。矢部美穂って、あの、アウトデラックスとか、はい、あの、親子で、うん、はいはい、あテレビ見てました。大丈夫じゃん。これちゃんと芸能人じゃないですか。マツコつながりでいけるでしょ。いえ、俺マツコさんめっちゃ前っすお世話になったの。宮谷さんいるじゃん。おー、いますね。イオンゴの時のスタッフの。はいはい。宮谷さんが、はい。なんか自分の仕事で、はい。今日、制作会議するっていうのを聞いたから、はい。ちょっと今から電話して、何時にどこでやってるか聞いて、そこに突ろ。大丈夫なんですか、これ。大丈夫でしょ、宮谷さんがいるから。まあ、大丈夫だったら別に、また突つか。はい、宮谷です。どうも。お疲れ様でーす。お疲れ様です。はい。宮谷さん、今日、矢部さんとなんか、制作会議するって言ってたよね。そうですね。打ち合わせは、矢部家で。あ、矢部家？はい。矢部家で、何時から？一応、6時ですね。18時ですね。あー、マジっすか。あー、わかりました。わかりました。わかりました。はい。すいません。すいません。お疲れ様でーす。はい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 。突撃してくれるかな？いっとも。え、いたいた。いました。打ち合わせしてた。ってこの衣装用意されてるのが怖いんですよ、ちゃんと。一番やばいのは、ここめちゃくちゃ住宅街だよ。これが一番俺やばいんですよ。寒いね、先生。あ、これ、これやべけ。2インパクトだって。2段構え大事ですよ。やばいでしょ。じゃあ行きますよ。いいですか、行っちゃっていいですね。行くか。失礼します。はい、お疲れ様です。さいますね。いや、すみません。あ、はじめまして。すみません、僕イチェスって言うんですけど。すごい格好なんですけど。これは僕の清掃ですね。普段僕この格好でちょっと活動とかさせてもらってるんですけど。え、これ何ですか。で、なんか実は今日打ち合わせしてるっていうのを、はい、まあ、ちょっととあるのルートで聞いたんですか。そう、聞きまして、はい、まあ、ちょっと突りに来ました。
カメラは一体何ですか？で、YouTube の番組をやってて、まあ、登録者人数がめちゃくちゃ少ないと。今何人だ？聞いていいんですか？今は、え、何人？今20万人ぐらいか。すごいじゃないですか。20万人が、2000人ぐらいなんですでも、まあまあまあ、でもね、2000人ぐらいでやっぱ少ないんで、まあ、タレントさんに出てもらうことで、登録者人数を増やそうって、規制作戦で今日、来ます。ピカチュウ。僕がその YouTube の番組やってるんで、そこちょっと出てほしいっていう感じなんですけど、はい、YouTube に？はい、YouTube の、まあ、番組ですね。それに出てほしいなってオファーで。私が出るんですか？そうです、ぜひゲストみたいな感じで。あ、ゲストで出てほしいなっていう。一応マネージャーとかにも聞かないといけないし、なんかメリットっていうか、あ、まあ、ね、確かにね、なんかないと。まあそれはそうですよね。お友達いっぱいいます？僕お友達めちゃくちゃいますね。飲む人とか結構多い。飲む人もめちゃくちゃ多いんで。あ、じゃあ矢部家とかにお客さん出てきてる？なんで矢部家に僕がバッとお客さんを連れてきます、うん、マジで？はい、もうやべっけ、もうウハウハですよ。もうクリスマス、ま、ほら来月のとかもあるから、まあ、イベントとかちょっと顔出し、はい、それは行きます。マジですか？第一、うん、メリットす。あ、それ結構私としては、まあそうです、ね、事務所関係なく私としては、まあ、個人で ね、 個人で行けるんで、はい。で、まあ、第二メリットは今日僕が飲んできます。そう、いや、もう今日お金落とします。ここでシャンパンを落とします。本当ですか？はい、俺も帰るけど。え、よしこしょうは切っていいんだよ。よしこしょう経費で落ちないの？経費、自腹？自腹で打ち合わせと違うじゃん。自腹、自分で言っちゃったんだ。お金だけちょっと貸してください。どんな格好で財布持ってないでしょ、これ。ピカチュウ。大丈夫ですか？本当に。だってめっちゃ経費で落ちないとか今聞こえてきましたけど。いや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 。めっちゃこの。ね、クロス可愛いなと思って、ネックレス。あげましょうか。うん、これ欲しい。これめっちゃ高いです。これは一応ダイヤモンド。いや、高いでしょ。これいくらですか？いやいや、ちょっと、いや、いくら？いや、こんな生々しい。え、これいくらですか？まあまあ、まあまあ、それなりに。普通に30何万ぐらいですね。かわいい。これ欲しい。全然いい。ピアスは？なんか1個ください。1個ください。出るんだったら1個くださんよ。あ、いやいや、片方だけ。あ、これ黒の花。これ黒もじゃないですよ、似てる。え、かわいい、私これ欲しい。え、頑張んない。え、あげ、え、これいくら？こんなペアス、これペアスは安いです、これ10万ぐらいです。え、いいね。クリスマスプレゼントで僕が持ってきますね。ほんとに？お揃い、お揃い、匂わせで、うん、やりましょう。じゃ あ、それがいい。ペアスをじゃあプレゼントするから、じゃあ出ていただけるっていう。それが一番嬉しい。こんな感じ、そんな感じ。スタジオ来てくれた時にプレゼントするんで、じゃそれで出演っていうことで。なら OK でいい。それね、ピアスさ、はい、ゲームで決めよう。ゲーム、あ、そうね。何それ、ゲームって。なんかその番組ではいつもトークやって、はい、なんか罰ゲームとか商品をかけてなんかゲームやるんですよ、うんうん、そのゲームの商品にしますよ。勝ったら、買ったらもらえるってこと？そうっす。じゃあそれで商品をピアスにさせていただく。なかなか番組に出るからでプレゼントもらえるって。いや、僕も、いや、僕も驚いてるんですよ。まあ、まだもらえるかわからないけど。じゃあちょっとそんな感じで、はい、じゃあ欲望の時に出てくれるかな。いいと思う。ありがとうございます。よっしゃー、じゃあこれはもう安い、すいませんよ。じゃあそんな感じで、じゃあオファーさせていただくんで、よろしくお願いします。わかりました。すいません、ありがとうございます。じゃあプレゼント待ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ピカチュウ見ましたか？結局タレントさんでも俺行っちゃうから、全然、まあ行っちゃうからっていうか、なんかプレゼントのおかげみたいなとこ正直あったけどね。いや、ダイヤはマジで制作費から出ないよ。いや、ダイヤ、まあ、言葉ないやつで、なんかダイヤっていうのダイヤのとこだけ編集でスパッとカットしてもらって。いやいや、ダメじゃないね、お前編集しろちゃんと。ダイヤのとこはスパッとうまくね。やっぱこれ生じゃないんで、ここまでいっちゃったら、だって今んとこ100発100中だからね、トツって出てもらって。まあやっぱもうトツ界のプロ。まあオファー取れたんでね、ちょっと楽しみ、楽しみやね。プレゼントは本当にあれは買う感じなの？用意しろ、俺送るわ、品番送るから用意しといて。それはさすがに、さすがにお金、ほら入院してたからお金ない、もう病気だったから。
それではゲストの方に来ていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ってことは AV 女優さんでは違うはないですよね。でもその時ってやっぱりその、うん、AV 来てくれみたいなオファーとかすごかったんじゃないですか。ただ私はもう、はい、ほら矢部家の家訓があるから守らないといけないものがあるから、守らなきゃいけないっていうのがあるから、そもそも絶対無理なわけですよ。